ルルベルジャン・フランスの哲学者、作家、ジャーナリスト、アカデミー、フランセーズ会員、マルセイユ出身、リベラル保守派として知られる、不価値論者、チベット像として知られる息子と、パリ高等師範学校で哲学を学び、教授資格を取得、アルジェリア、メキシコのほか、リール、パリなどの理性、大学で教鞭を取った。また、 ジャーナリストとしては、エクスプレス誌、ポワン誌、ラジオのヨーロッパ一致などで、長年、論説委員を務めた。二度の結婚で三人の息子がおり、最初の妻との間に生まれたマチューリカールは、パスツール研究所で、フランソワ・ジャコブの元分子生物学を研究していたが、26歳の時に、チベット仏教研究に転じ、ヒマラヤで修行しそうとなった。不死の教著、 そうと哲学者はヨーロッパでベストセラーになった。ギリシャイコールラテンの思想家たち1968古典哲学1970山口雅子追悼ジャンフランソワルベルリベラルな保守派を体現した知識人諸君 38P106 から1102006から08文芸春秋ありがとうございます。